甘露は二十四節気の一つで、秋の第七候です。毎年10月8日頃にあたります。甘露とは、晩秋から初冬の頃に降りる冷たい露の意で、この頃になると朝晩は冷え込みが強まり、野草にも冷たい露が降り始めます。甘露の季節の風物詩としては、以下のようなものが挙げられます。紅葉、収穫、防寒対策。紅葉、甘露の頃になると紅葉が始まります。気温が下がり、葉の色素が変化することで葉が赤や黄色に色づきます。収穫、甘露の頃は秋の収穫の時期です。稲穂が実り、柿や栗などの果物も収穫されます。防寒対策、甘露の頃になると朝晩は冷え込みが強まります。そのため防寒対策をしっかりと行うことが大切です。甘露の過ごし方、甘露の頃は以下のようなことに気をつけましょう。朝晩の冷え込みに注意する。防寒対策をしっかりと行う。体調管理に気をつける。また甘露の頃は紅葉や収穫など秋の風物詩を楽しむのもおすすめです。甘露の代表的な食べ物、甘露の頃は以下のような食べ物が旬を迎えます。栗、柿、芋類、根菜類、これらの食べ物は体を温めてくれる効果があるとされています。甘露は秋から冬へと移り変わる季節です。朝晩の冷え込みに注意しつつ、秋の風物詩や旬の食べ物を楽しみましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。